今日から、一緒にあのサファリツアーに参加して、うん、ビッグファイブっていう呼ばれてる動物がいて、ジブラだハワイアンズ行こう行こうハワイアンズ赤ちゃんゾウ。僕の名前は木更木です。ひとちゃんです。イエイ。はい、お願いします。緊張してるやん、カタールワールドカップ目指して、まあ、アフリカ横断しながらドラゴンボール探していくわけなんだけど、はい、今日から、一緒にあのサファリツアーに参加して、うん、あのアフリカの広大なサバンナの中でドラゴンボールを探していこうかなというわけですよ。まあないんだけどね。あるんです。ドラゴンレーダーがちゃんと指してるわけなんで指してる。あのピトちゃん、ブルマの本物じゃないよカプセルコーポレーションがついてる。本物なわけないじゃん。入ってるよ。合わせるのもできる。イチャイチャすな。俺8年前に行ってるのよ、サファリは。うんうん、その時に、うん、サイとヒョウだけ見れなかったから、うん、今回はそれを見に行こうかなと思って。もうピトちゃんは何が見たいの。私はどう、まあ、鼻長いもんね。どういうことどういう理論なんですか。今日は何みたいな。あ、ゾウの赤ちゃんみたい。ああ、腹長いもんね。うん、俺はキリンかな。あ、首長いもんね。どういうボッキー何みたいな。俺はライオンかな。ああ、足速そうだしね誰が変形すぎるやろ、それが。たてがみっぽい、かっこいいやっていきましょうかそれではやっていきましょう。レッツオーガニック。茨城さん、かわいそうじゃん。龍之介くんもいるのにさ、ずっとエチオピア一緒に旅してきて動画も出てくれてたのにさ、はい、ひとちゃんが来た瞬間、龍之介くん降板みたいな。まあ、ちってろって言うしさこれ何時間ぐらいかかるの。これ多分6時間ぐらいかかるっぽい。え、待てる、全然我慢できる。楽しそうだなんか龍之介くんがさ、女の子と合流してからすごい楽しそうなのよ。口角が上がりましたより動物見て喜んでるピトちゃん見たらいいな。あれマサイじゃん。マサイいたよ。マサイいた？マサイ。どれ？マサイだって。マサイ。うん、あ、やっぱマサイ族見て喜んでるピトちゃん見た方がいいな、やっぱり。着きました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした、皆さん。バス6時間かかりました。今日泊まるのはこういうグランピングみたいな。うん。というわけで、ここで、まあ、30分ぐらい荷ほどきして、うん、あの、夕日を見るあの、サファリに行くみたいなので。サファリか、今から？今からサファリです、ようやく。なので、皆さん、一旦、つかの間の休憩しましょう。はい。はい。はい、というわけで、はい、今からサファリ行くわけなんだけど、イエーイ！YouTube っぽい。ね。まあ、俺は、サファリは8年ぶり。前回一人旅でマサイマラともう一回行ってて、合計5泊7日ぐらいはサファリしてるわけだから、まあ、今日は草食動物見るぐらいだと思うから、俺全然そんな、ね、もう慣れてるから、まあ、俺そんなシマウマとか見てて、そんで、イエーとか。シマウマだ。ウェーイどこで、あ。マサイマラに着きました。はい、マサイマラに着きました。で、今国立公園に入るゲートの前でパスポートチェックをしてるんだけど、待って待って待って、すごい、見てマサイ族がもうお土産を売りつけに来た。取り囲まれてる、マサイ族に取り囲まれてる。今までのどの国よりも押し売りが激しい。レイター、レイター、大雨の中のサファリ。おい、なんで天井開いてんじゃん、こんなに雨降ってんのに。このサファリではビッグファイブっていう呼ばれてる動物がいて、バッファロー、ゾウ、ライオン、チーター、サイ、ちゃんと見ないと、みんなで、うん、頑張ろう。はいはいって言ったけど、そこ向いてるけどね。あ、もう勘弁してくれよ。みんな座席立って、なんかもうサファリがっつりしてんじゃねえかよ。おー、何もいねえのに立つだけではしゃぐね。サイー、どれー
い。嘘つくなー。どうしたの。ジムだ。どれ。すげえ。ジムだな。おい。いっぱいいる。おい。はい。興奮しないんじゃなかった。ジムラだ。ジムラだ。でででで。でで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 、ハワイアンズ行こう行こう、ハワイアンズ、ユノクリ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 、みんなで行こう、ハワイアンズ、パラパラパラ。俺インディジョーンズ出したのになんで。皆さん、キリンだー、キリンだー、すげー。さっき怒られました。キリンごときで騒げずいねえよ。さすがに。うわ、足長。首だろ。みんなバカだ。みんな首だろとか言ってくんだけど、普通に足を投げるから。屋上開けて車の中で立ってんだけど、絶賛雨で全員びしょびしょ。寒い。寒いよな。寒いな。寒い。寒いよな。身長差ありすぎてカメラワーク入らん。知事も大変だね、今 YouTube 撮るの。そうだね、大変だね。あれはね、天気予報かもしれないけど、顔、誰が顔でかいね、俺の。うるさいと言われるから。そうそう、すごい綺麗だね。でも、お前のが綺麗だよ。え、ゾウだ。皆さん、皆さんお待たせしました。ビッグファイブの一つ、ゾウです。ゾウです。ビッグファイブの一つ、ゾウがいる。あ、赤ちゃんゾウもいる。なんかアフリカゾウはそのアジアのゾウと違って気性が荒いからちょっと危険らしい。だからあんまり大きい声出さないでって。アジアのタイとかでゾウを見たときはベシベシ叩いてたんだけど。え、ゾウがマグロスしてる。マグロスっていうのはあのエチオピアのインジラをあの食べさせ合う、あの愛情の深め合いみたいなやつなんだけど、ゾウが鼻で食べさせ合ってる。マグロスしてる。ゾウにもマグロスあるんだ。皆さん、ビッグファイブの一つ、バッファローの近くにやってきました。でけー。なんか本当水牛っていうだけあって、本当牛みたいだね。おい、めっちゃ可愛いやん。じゃあビッグファイブはあと残ってるのはヒョウを、クロサイ、ライオン、うん、サイ。サイは絶滅危惧種だからめちゃめちゃレアで、ヒョウに関しては日中というか狩り以外は、狩りをする時以外はずっと木の上にいるから、ヒョウは見たことないし、見たっていう人を会ったことない。ライオンはどうにか会える気がするけど。みんなでライオン見たら歌おうね。あの歌、例のあの歌。なんて言った、なんて。ワク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 、ライオンな。違うよ、本当に。本当に全然違うよ。ライオンだ、全然違うよ。笑ってごまかさないで。はい、違います。今帰り際、肉食動物のハイエナがいる。ハイエナ、うわー、あいつ一番凶暴らしいんだよね。性格も悪くて凶暴らしくて、食い方も汚いらしい。大きいじゃん。なんで俺そんな行儀悪いの。ね、可愛くないね、全然。下下下してる。うわー、ビンゴだ。サバンナの中で。はい、というわけで1日目のゲームサファリが終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。明日はあのサファリが終わってからマサイ族の村にも行けるらしいので、うん、明日も楽しみましょう。はい、はい、明日7時集合ですか。7時集合らしいです。じゃあ
はい、動画的には明日になってるから、うん、ああジャンプだけ明日に飛ぶ、うん、なるほどね、はいはいはい、でも使ったことないよなこんなところいやさすがにピトちゃんにやらせたら使うよあそうだよね、うん、じゃあ飛んでもらっていいですか、はいはい、せーの絶対使えよ絶対飛んだこんなとこ絶対使ったことないから僕らもゴッキーです。続いてのイバスタはついに肉食動物のチーターに遭遇しその美しさに感動、さらに百獣の王ライオンともご対面、ボルテージ最高潮。しかし最後に涙のゴッキーどうなるイバスタ。4時いけた今マジ。今マジ。